台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT 南京風神南京復興駅2番出口から徒歩7、8分ぐらいですかね、本場台湾のうまい水餃子を発掘したいということで、ボロボロのトタン屋根がたまらない本場台湾の水餃子屋さんに行きたいと思います。はい、というわけでね、ここがね MRT のね南京風神南京復興駅の2番出口ですね。はい、ここを出てね、歩いてね7、8分ぐらいですかね、向かいにはねドーン、めっちゃでかいですね。これはホテルメトロポリタンプレミアっていうんですかね、あの JR ね東日本が手掛けるね高級ホテルやと思います。5つ星ホテルやと思いますね。人生で一度はこういうところ泊まってみたいですね。はい、じゃあね、こっからね歩いて7、8分ぐらいなんでね、今日もねお店までね僕と一緒にね台湾の街を散歩してる気分になっていただけたらなと思います。じゃあ今日も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思います。ちなみにここのね MRT のね南京風神南京復興駅は台湾のね台北の中心地台北駅から3つ離れた駅になるんですよね。 MRT の緑ラインと MRT の茶色ラインね、モノレールが交差したね割と主要な駅で、まさにね台湾台北の中心地ど真ん中なんですけども、なんかね僕の中であんまりこうパッとするねパッとしないイメージがありますかね。はい、あのなんだろうね、もちろんねこの近辺にねホテルたくさんあるんで、今のあのホテルプレミアとかね、あのメトロポリタンプレミアとかもすごい後ろにねドーンってあったりとかしますし、他にもねなんだろうミドルクラスのねホテルもたくさんあると思うから、この近辺にホテル取られる方もすごく多いと思うんですけども、なんかこう観光地みたいなものとかもないし、なんか飛び抜けてね美味しいお店みたいな有名なお店みたいなもうそんなにこうパッと思い浮かばないエリアなんですよね。だからこそ皆さん今日はね水餃子ですよ。結構ね台湾といえばねやっぱね水餃子みたいなイメージがあるのかわからないけど、水餃子の動画結構人気なんですよね。今から行くお店がねすごい美味しかったらいいですよね。はい、というわけでね今そこね MRT のね南京風神の2番出口出て左に曲がってねこっちにまっすぐ来たんですけども、1個目の信号ですね、このチャイナエアラインのね会社があるのが目印ですね。ここの信号をね右に曲がって渡っていきます。でここもあとまっすぐ行ってね5分ぐらい行ったところに今日今からね行く水餃子屋さん、本場台湾のね水餃子屋さんがあります。僕もね散歩でね夕方いつも散歩するんで何回かね前通ったことあるんやけど、マジでねめっちゃボロボロのトタン屋根のねめっちゃいぶし銀なお店なんですよ。ほんまにもう昔ながらがずっとあるみたいな感じのね、屋根がトタン屋根みたいなボロボロですみたいなね感じなんですよね。もうこれぞまさにねゾロの台湾グルメみたいなね感じですよね。はい、さっきのなんだろう JR 東日本が手掛けるねホテルメトロポリタンプレミアとか高級5つ星ホテルですけども、そっから結構歩いてね5、6分ぐらいなんで、そこで高級ホテルで泊まりつつそういういぶし銀なねトタン屋根のところでね水餃子を食べるみたいなね、そういうなんかギャップがあるね台湾旅行も楽しめたりすると思いますんでね、いやー僕も今日楽しみですね。今も言ったみたいにね、あの台湾でね餃子っていうとねシュエイジャオって言ってね水餃子になるんですよね。日本であの餃子といえばねあの焼き餃子が主流やと思うんですよ。水餃子って結構珍しくてないですよね日本でね食べようと思ってもね、あのやっぱ餃子といえば焼き餃子だと思うんですけども、台湾で餃子といえばシュエイジャオ水餃子がねやっぱ主流なんですよね。もちろん焼き餃子もあるんですけども、焼き餃子のことはちなみにねグオティエって言ってね鍋に貼るように貼り付けて焼くようにやるからグオティエって言ってね鍋に貼るって書いてグオティエって言います。焼き餃子はねもちろん焼き餃子もあるんですけども、あとはまあジャンジャーって言ってね蒸し餃子とかもあるんですけども、水餃子蒸し餃子焼き餃子みたいな順番ですかね、その台湾の主流の餃子といえばね。はい、珍しいですよね。日本やったらやっぱ焼き餃子もう焼き餃子餃子といえば焼き餃子みたいな感じやもんね。はい、水餃子食べたいって言って水餃子探すのが結構苦労するんじゃないかなみたいな、日本やったらねそんな感じやと思います。だからこそまあ台湾旅行に来たらね水餃子食べたいってね思う方が多いかもしれないね。だから水餃子の動画は割とこう人気なのかもしれないですね。さあさあ皆さん、ここがね
MRT のね、南京風神、南京復興駅付近のね、台湾の街並みです。なんかね、ローカル色が強くなってきましたね。はい。ね。台湾っぽいね、道になってきたんじゃないでしょうか。はい。やっぱりね、こういう街並みっていうのがね、台湾旅行の醍醐味の一つやと思うんですよね。なんて言うんですかね。日本のね、昭和初期の頃のようなね、古めかしい街並みがまだ残ってるみたいなね。なんか、なんでしょうね。やっぱ僕の視聴者さんの年代の方ね、まあ50代、60代、70代の方が多いと思うんですけども、やっぱりこう、昔懐かしいみたいなね、台湾に来たら、昔懐かしいね。日本の昔の昭和初期ぐらいの頃のね、懐かしい街並みがたまらないってね、いう方もすごく多いと思うんでね、はい。そうや皆さん、ちょっとね、アンケートじゃないけど、聞きたいことがあって、コメント欄にね、書いてもらえたら嬉しいなと思うんですけども、僕台湾のね、安くて美味しいローカル B 級グルメを食べ歩くチャンネルじゃないですか。それ1軒目で必ずそういう、ローカル B 級グルメね、今から行くような、まあ今日は水餃子屋さんですけど食べに行くじゃないですか。で、その後なんかまあ、台湾のスイーツ紹介したりとか、まあドリンク紹介したりとかしてるんですけども、まあそれのなんか、まあパターン的な、なんていうんですか、パターンみたいな感じの一つとしてね、マッサージ屋さんの紹介とかもね、これからちょっと取り入れてみようかななんて思ってるんですけど、皆さんいかがでしょうか。まあグルメチャンネルやから、まあ、そんなことする必要ないのかなとは思ったりするんですけども、まあそのもちろんね、グルメを先に紹介してメインなん でその後のまあサブ的な紹介として、まあマッサージ屋さんとかもね、ちょっとまあ紹介してもいいのかななんてね、思ったりとかするんですけども、いかがでしょうか。皆さんまたね、率直な意見とか感想ね、あればコメントでね、教えてくださればね、このチャンネル皆さんとそうやってね、今までこうやって協力してね、作ってきたチャンネルなんで、またよろしくお願いします。あなたのね、貴重な意見お待ちしてますって言ってましたら着きました、あれです。はい、というわけでね、本場台湾のね、うまい水餃子を発掘したいということでね、見てください、ボロボロのね、トタン屋根がたまらないね、本場台湾の水餃子屋さんにやってきました。すごいですよね、これ見てください。ほら、年季が入ってね、散歩でよく通るんですよ。ずっと来たいな、ずっと来たいなって思ってたんですよね。じゃあ行きたいと思います。ニハオ、イウェイ、チャリ通過今、あ、シェシェ、あ、ここにね、ちょっと水餃子がこう選べるみたいね、なんか10個とか12個、15個とかね、感じで、スガ、スガ、うん、じゃあ今10個注文しました。あと、サンラータン、はい、サンラータンね、酸っぱくて辛いとろみのスープですね。水餃子といえばもうサンラータンみたいなところあるんでね。で、ここにほらシャオツァイがあるんで、あ、いいですね。ちょっとシャオツァイ何かもらいましょうかね。何がいいかな、何がいいかな。うわ、チエズーナスビあるわ、僕が好きな。じゃあこのチエズーと、あとね、どうしようかな。なんかこの緑のやつ珍しいね。ピーマンと卵かな、わかんない。じゃあこれもらいますね。はい、よし、すごい、よく冷えてます。湿気がすごいんでね、見てほら、台湾の湿度すごいんで、はい。で、ここにね、お箸とかいろいろスプーンとかあるんで、台湾のね、ローカル食堂は基本セルフサービスなんですよね。自分で用意しないとダメなんで、これ酢醤油もね、自分で作っておきたいと思います。僕はね、白酢が好きなんですよ。このウースっていうのがね、黒酢ですね。はい。で、このバイスっていうのが白酢、僕白酢が好きなんでね、はい。酢と醤油の割合は7対3ですね。はい。で、ここにこれね、醤油、ジャンヨーってあるんですけども、このね、辛そうな、めっちゃ揺れたのに、今の。この辛い唐辛子醤油みたいな、これ入れようかな、はい。そうやね、うん、これちょっと入れます。7対3。こんなもんかな。なんかこれちょっと酢醤油になってそうやね。ごめん、ちょっと、普通の醤油入れるわ。はい。で、これ、
ニンニク？ニンニクのタレかな、わかんない。もうこれもちょっと混ぜるわ。わかんないけど、はい。じゃあこれでいきたいと思います。楽しみです。じゃあね、邪魔ならないようにここの端っこで食べたいと思います。みんなごめん、メニューがねここにあったわ。このジョファンガオリーツァイっていうのが、まあ黄色いニラとキャベツの水餃子やね。もうメニューがこれしかないみたいな。で、まあサンラータン、酸っぱくて辛いとろみのスープと、ダンファータン、溶き卵のスープと、そこにシャオツァイがありましたみたいな。こんだけですね、いぶし銀ですね。はい、僕が今もらったのはこの水餃子10個ね、あとサンラータンとシャオツァイね2個もらいました。じゃあ待ちましょうか、楽しみやね。あ、来た。あ、シェシェ。はい、というわけでね、本場台湾のうまい水餃子を発掘したいということでね、ボロボロのね、トタン屋根がたまらないね、本場台湾の水餃子専門店にやってきました。すごいね、すごい。もうガレージスタイルですね。これ夏は暑いし冬は寒いやろね。いぶし銀やね。上見てください、もうこの上のね、このボロボロのトタン屋根錆びてますみたいな、たまらないですね。はい、でこれが名物のね水餃子、これがメインの水餃子ですね。めっちゃ綺麗、すごい綺麗。今までこんな、なんかこう見た目が綺麗ね、水餃子初めてやね。うん、ジョファンっていうのと、黄色いニラっていうのとガオリーツァイ、キャベツが多分入ったね水餃子やと思う。割と小ぶりやね。結構台湾の水餃子って大ぶりなんやけど、割と小ぶりで、何よりもね表面がツルツルしててめちゃめちゃ綺麗で美味しそうやね。これはちょっとめっちゃ楽しみですね。はい、そしてお隣がサンラータンですね。酸っぱくて辛いとろみのついたスープ、水餃子にはサンラータンです。ルーローファンには煮卵、ニョーロー麺にはサンツァイ、水餃子にはサンラータンみたいなね。はい、そんな感じですね。餃子と一緒にサンラータンはセットで食べるのが地元台湾流ですね。はい、でこれがシャオツァイですね。小皿料理で僕が大好きなチエズーですね、ナスビですね。ゾロ君、君はいつもチエズーだね、ナスビだねと、はい、好きなので、はい、好きなものを食べさせてください。僕のチャンネルなので、はい、すいません。でこれが、これは初めてやね。なんやろね、見た感じはピーマンとゆで卵をぐちゃぐちゃにしましたみたいな感じやけどね、ヘルシーで美味しそうですね。うん、なんか見た目ちょっとゴヤチャンプルみたいな感じがしますけどね。はい、食べてみるまで分かりません。まあまあピーマンと卵の和え物みたいな感じがしますね。はい、よし、楽しみですね、楽しみですね。じゃあ早速食べていきたいと思います。まずはこの、今日は本場台湾の水餃子を発掘したいやからね、うまい水餃子を発掘したいから、このねメインの水餃子からいただきたいと思います。まずは何もつけずにね、そのままね、いただきます。おいしい、おいしい、これうまいね。うん、あのね、うまみがねすごい系の水餃子ですわ。うん、うまみがこれはね、自然本来のうまみじゃここまでのうまみ出るのかな、ちょっとわかんない。化学調味料が入ってるのか入ってないのかちょっとわからんけど、とにかくね、うまみと塩味がかなり強いね水餃子ですね。はい、でちょっとね残念なのが、あの干しエビが入ってるみたいで、結構エビの風味がしますね。僕エビアレルギーなんですよね。だからどうなん、これ干しエビなのかな。ちょっと中開けてみますね。皮はね、あ、もちっとしてますね。はい、で、あ、ミートボールタイプやね、あの肉団子タイプの水餃子ですね。滑らかな感じというよりも丸っこい肉団子みたいなね、ほら押したらこうじわじわってね肉汁が出てきますね。はい、干しエビの風味がするんやけど、ちょっと見た感じではエビが入ってるかどうかちょっとわからないけど、うん、でもね本当に干しエビの風味がするんで、まあ間違いなくね出汁として入ってると思いますよ。はい、これはね、うん、いやでもね美味しいですね。はい、うん、美味しい。
じゃあね、ちょっとこの酢醤油作ってきたんでね、酢と醤油の割合は7対3でおなじみのゾロですけども、この酢醤油にねちょっとたっぷりつけて、ニンニクとかも混ぜたんでね、はい、どうかな、いただきます。うまい。うん、ちょっとねピリッとして唐辛子が効いててね、ニンニクやっぱすりおろし、スワンニーって言いますけども、すりおろしニンニクが入っててうまい。そしてやっぱりこの中のあんの旨味がすごい強いね。うん、で飲み込む時ぐらいになったら干しエビの風味が口の中にふわーって広がるんですよ。うん、これはだからエビが好きな方はねめっちゃ美味しいんじゃないかな。あの中にエビは入ってないんやけど、あのむきエビみたいなのは入ってないんやけど、とにかく干しエビの風味がすごいしますね。うん、カッパエビせん的な風味がね最後にふわっとするね、変わった水餃子ですね。はい、じゃあ次はねサンラータン行きましょうか。酸っぱくて辛いとろみのついたスープですね。はい、あ、ここのやつはねあんまりとろみついてないね、しゃぶっとしてますね。じゃあいただきます。なんかここのサンラータンはね結構特徴的やね。まずねとろみがあんまないでしょ。で酸味が薄くてなんかね辛み、辛い辛さの方が結構際立ってて、なんかねあの おかゆのスープ、おかゆのなんかスープを飲んでるみたいな思い的なね、そんな感じがするサンラータン、珍しいね。うん、うん、これ上にねパクチーが入ってるんで、パクチーのことをシャンツァイって言うんですけど、嫌いな人はブーヤをシャンツァイって言えばね抜いてくれます。ここに今出してるんで、これをスクショして、言えない人はこれをスクショして店員さんに見せてもいいです。はい、どうぞ。言えない方はこれを店員さんにそのまま見せれば OK です。言える人はブーヤをシャンツァイって言えばあのパクチー抜いてくれるんでね。はい、具はねタケノコとか豆腐とか、ズーシエって言ってね豚の血を固めたものとかキクラゲとか人参とかですね。はい、ヘルシーなスープですね。うん、うん、味付けがでもほんとちょっとね独特なサンラータンですね。うん、普通に美味しいかなって感じですね。じゃあ次はねこのシャオツァイシエズーですね、ナスビのシャオツァイいきたいと思います。これめちゃくちゃうまそう、もうめちゃくちゃうまそうですね。タレによく絡めてね、濃そうなタレですね。いただきます。うまー、めちゃくちゃうまいわこのチエズ、ここのナスビめっちゃうまい。うん、一回油で素揚げしてるんやけど、結構がっつりね深く深くね低温で素揚げしてるから中がねトロッとろやわ。うん、いやうまいね、ナスビの紫が際立っててね美味しいです。油がね染み込んでて美味しい。でこの甘辛いタレとね台湾バジルとねあの唐辛子、赤唐辛子がピリッと効いててね、ニンニクダレやねこれね、うまいね。うん、ニンニク大国台湾なんでね。うーん、うーん、あこれうまいわ。これはねダンチャーファン卵チャーハンとね、シンプルなネギと卵のね卵チャーハンと食うたら最高やろね。あとね芋焼酎のロックとかね日本酒とかにも合うと思うよ。いやこれうまい。今日ね僕の中で今のところ今日一このナスビのシャオツァイです。うん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 、めっちゃうまい、超好みやね。じゃあ次はねこの珍しいねピーマンとゆで卵をぐちゃぐちゃにしましたみたいなねシャオツァイですね。うん、なんやろね、わかんないね。結構汁がたっぷりですね。じゃあいただきます。わっ、うまー、これもうまい、おいしい。ここシャオツァイがうまいね。うん、うまい。これねマジであのゴーヤチャンプルっぽいね。でもゴーヤじゃなくてピーマンやね。でこうなんかね
ピーマンってシャキシャキで硬いイメージなんやけど、これめちゃくちゃ柔らかく煮込んでて、めっちゃ柔らかい。うん、めっちゃ滑らかいね。このゆで卵がまた滑らかで、味付けがすごいうまい。何これ、うまっ。この店、シャオツァイうまいね。うん、これは白ご飯とね、食べたいぐらい味が濃くて美味しいです。やのに、滑らかやね。あ、これうまいな。うん。これは僕の中で、ナスビと並ぶぐらいね、今日のヒットですね。うん、めっちゃうまい。じゃあちょっと、この水餃子ね、割と小ぶりなんでね、ほら。結構ちっちゃいんで、これ2個食いね、いつもの2個食いちょっとやらせてもらいますね。タレにたっぷりつけて、水餃子2個食い。肉汁がね、結構入っててね、とにかくね、旨味が強い水餃子やね。うん、おいしい。で、何回も言うけど、飲み込むぐらいの時になったら、干しエビみたいな、エビこんにちはみたいな感じでエビがすごい出てくる。うん、だからこれね、エビ好きの人はたまらんねやろね。うん、結構でも干しエビの癖結構強いから、僕みたいにエビアレルギーの人とか、干しエビの癖があんまり好きじゃない人はちょっともしかしたら好みが分かれるかもしれないね。うん、僕はまあギリギリ食べれるけど、まあ、正直干しエビなかったらなっていうのがまあ本音ですね。まあこれはもうしゃあない、好みやからね。はい、サンラータン、サンラータンマジで辛いわ。こんなになんか辛さが飛び抜けてるサンラータンも珍しいな。いろいろあるんやね、お店によってね。うん、ナスビ、うん、ナスビ今日一やな。卵チャーハン欲しいわ、ほんまに。うん、ピーマンとゆで卵、あー滑らか。あ、これはマジでマジでうまい。うん、もうこんなシャオツァイ今まで食べたことないな。うん、これマジでうまい。うん、完食しました。うん、美味しかった。うん、じゃあね、ゆっくり食べて、実はね、ここね、このお店の隣の隣の隣ぐらいにめちゃめちゃ有名なね、涼麺、涼しい麺って書いて涼麺って言ってね、僕はいつもキュウリがペッペって乗ってるだけのさまつな食べ物っていうね、あの悪名高い涼麺でおなじみの涼麺屋さんがあるんやけど、なんとそこね、24時間営業してる上に Google の口コミが5000件ぐらいあって、多分やけど台北で一番有名な涼麺のお店があるんですよ。もう多分これだけやったら足らないから、涼麺多分食べれると思うんで、これゆっくり食べて、食べ終わったらそこのね、Google の口コミ5000件の涼麺、キュウリがペッペッと乗ってるだけのさまつな食べ物涼麺をね、食べに行きたいと思います。今ね、撮影終えてたらね、お母さんがね、見てください、これ食べてって言ってシャオツァイくれました。これはロースー冬瓜って言って、あの硬いね、豆腐と豚肉の細切りを和えたシャオツァイですね。めっちゃ嬉しいです。じゃあいただきます。本当にね、いつも台湾の方には優しくしてもらって本当ありがたいですね。じゃあちょっとせっかくなのでいただきます。うまいわ。これもう完全に酒のあてやね。このお店さ、シャオツァイめっちゃうまいな。うん、ピリ辛でごま油が効いてて、セロリも入ってる。このセロリの風味がね、僕は好きやね。うん、うまっ。うん、シャオツァイもうまい。これ涼麺果たして食べれるのかなっていう不安がありますけどもね。うん、これさ、
向かいにファミリーマートあるよ、ちょっと見て。ほら、あそこにファミリーマートあるから、ファミリーマートでビール買ってさ、でここでこのシャオツァイとか買って水餃子とかでお酒飲むっていうのもね、めちゃくちゃいい台湾旅行の楽しみ方やと思うんでね、おすすめですね。皆さん、酒飲みの方はあそこでビールとかワインとか買って、日本酒とか買って、ここでね一杯飲むっていうのもありですね。はい、じゃあね、今度こそゆっくり食べて、食べ終わったらね、 Google マップの口コミ5000元のリャンメンを食べに行きたいと思います。はい、というわけでね、ちょっとサンラータンだけ残しちゃいましたけどね、あとは綺麗に完食。本当にここシャオツァイがうまかったね。うん、お客さんもさっきからどんどん増えてきましたね。人気のお店みたいです。ありがとうございます。シェシェ、ありがとう。医療、はい、165元ですね。はい、600円ちょいぐらいかな。安い。あ、ありがとうございました。シェシェ、ありがとう。はい、って言ってましたらね、2つ目の2点目がここかな、多分ね。あ、じゃあもう一個向こうか。あ、ごめん、もう一個向こうやった。ここにもリャンメン。なんかここすごいね。すごいな、ここね。すごいな、ここね。まあまあ散歩で僕もちょこちょこ来るけどもやな。知ってるけどもやな。改めて見たらすごいわ、やっぱりね。はい。って言ってましたら、Google の口コミが5000元。多分台北で一番有名な涼麺、涼しい麺のお店がここです。じゃあね、気を取り直して、あの豆花ですね、豆花って書いてね、台湾の伝統的な豆腐のスイーツのお店がねあるんでね、そこにねちょっと豆花を食べに行きたいと思います。まあちょうど良かったかもね。あの結構お腹いっぱいやったから、涼麺よりも、まあむしろ今からね、豆腐はね、豆腐のスイーツの方がね、あの食べやすいっていうかね、あのお腹に収まると思うんで、まあちょうど良かったなと思います。はーい。はい、というわけでね、ドーファーですね、この豆花って書いてね、台湾のね、伝統的な豆腐のスイーツのね、屋台にやってきました。めっちゃいぶし銀な屋台やね、昔ながらのって感じがする屋台ですね、いい雰囲気ですね。ドーファーはね、こんな感じでね、トッピングをこういろいろ選べるんですよ。それがね、ドーファーの魅力なんですよね。はい、ね、じゃあちょっともらいましょうかね。そこにねメニューがあるんですけども、僕はあのチョンハードーファーって言ってね、3つねトッピング選べるやつで、60元やから240円ぐらい安いですね。あれにしますね。ニハオ、あ、おやお、チョンハードーファー、うん、チャリツ、はい、何にしよっかな、何にしよっかな、何がいいかな、ホンドー、ウユエン、芋圆，嗯，芋圆，好，这个是抹茶跟芝麻。哦，那你过来，那你过来，这个什么？这个是抹茶芝麻。抹茶芝麻。抹茶芝麻。啊，じゃあ、这个。好。抹茶と黒ごまのお餅やわ。これは初めてですね。嬉しいです。じゃあ中で食べさせてもらいましょうね。あ、これちょっと見たいな。これ見てほら、これですよ皆さん。これがドーファーですね。日本の滑らかな絹こし豆腐をさらに4倍ぐらい滑らかにした台湾の伝統的な豆腐のスイーツです。わあ、美味しそうやな。楽しみですね。じゃあね、そこで、ここでね、食べさせてもらいます。あ、谢谢、ありがとうございます。谢谢。なんかね、ディーグアとか、さつまいもボールとかね、なんかこういうタピオカとかもいろいろサービスしてくれました。嬉しいです。じゃあ食べましょうか。というわけでね、豆花ですね、ドーファーね、台湾の伝統的な豆腐のスイーツいただき、いろいろね入れてくれましたね。はい、じゃあまずね、蜜からいきましょうか。いただきます。ああ、うん、うん、美味しい。ちゃんと甘いよ、ここちゃんと甘いよ。美味しいわ。サトウキビの甘さやと思う、これね。うん、おいしい、ちゃんと甘い。ほんまね、こういうね、古めかしい屋台系のドーファーってマジでね、甘さ控えめのところが多すぎるんやけど、ここのちゃんと甘い、日本人でもあの満足のいく甘さやね。これはおいしいわ、うん、じゃあこれが見てください、ほら滑らかでね、豆腐のスイーツです。いただきます。おいしい、おいしい。ここのはね、
僕いつもドーファーは日本の滑らかな絹こし豆腐をさらに4倍ぐらい滑らかにした台湾の伝統的な豆腐のスイーツって言うんやけど、ここのはね6倍ぐらいね滑らかやば。ほんまにジュルンって口に入れた瞬間ドゥルンってなくなるね。はいすごいすごい、うん、じゃあこれはリーグアゆえんさつまいもボール。うまい、ちゃんとさつまいもの味がする。うん、手作りなんよね。これはウーユエン、タロイモボールやね。うん、このね、とにかくねシロップが甘いから美味しい。ちゃんと甘いから、一口一口ちゃんと甘いから美味しい。よかった、うん、逆にあの涼麺食べずによかったわほんまに、うん、うん、うまい、美味しい。じゃあこれちょっと初めてのねキーマーやね、あの黒ごまのお餅、これ初めて。すげえキーマーうまい。これさ本物の黒ごまが中に入っててプチプチしててすげえうまいわ。うん、これマジでうまいね。うん、じゃあこれは最後抹茶ですね。うん、抹茶もねちゃんと抹茶の味がしてうまい。うん、いやマジか。ちょっとこれちょっと三つ星つけたいぐらいうまいな。うん、でもねその豆腐がねやっぱちょっとね滑らかすぎるかなっていうのがあるわ。うん、ちょっとその滑らかすぎて豆腐感が逆に薄まってるというかね。うん、なるね。うん、そうやな、やっぱ4倍ぐらいがちょうどいいんやろね。6倍まで来るとなんか豆腐通り越してなんか違うちょっと食べ物みたいな感じがちょっとするわ。うん、ただでもめちゃくちゃ美味しい、ほんまね。うん、まあそうやね、まあ年やね。うん、そうやな、うん、まあ、ほんま 2.5 星つけたいぐらいやけどね。うん、いや美味しい、本当に美味しい。うん、じゃあねゆっくり食べて、食べ終わったらね今日はあっちのねいぶし銀なボロボロ屋台のトタン屋根の水餃子屋さんがメインなんで、あっちのまとめに行きたいと思います。はい、というわけで今回の動画がね少しでもね役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とねグッドボタンを押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録7万人、ぜひあなたの応援よろしくお願いします。というわけで今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。